中年オタッキーです。今日はねちょっと珍しいカメラをね紹介するということで、前回の動画でね、予告してましたけど、これなんですよね。京セラのね一眼レフカメラなんですね。これね京セラ、200AF っていうカメラになりますね。今日はねこのカメラはまあどっちかっていうとどうでもいいんですけど、レンズがどうもすごいみたいなんですね。そんなわけで、動画をスタートさせていこうと思います。はい、この京セラ 200AF なんですけども、ずいぶん前にねカメラ5台セットかなんかにね紛れ込んでたっていうか入ってたんですよね。でもうその時動かなくなってて、電池ボックスが液漏れして腐食してね動かなくなってたんですけども、どうしても使いたかったんですね。その理由はこのレンズなんですよ。このレンズね、どうやって外すんだったっけどうやって外すんだったっけ。見えてねえよ。よいしょ、これだ。はい、これね、京セラのね、AF3570 マクロっていうレンズになるんですね。まあ僕は3570マニアはマニアなんですけど、これが何がどうすごいかって言ったらね、多分富岡光学製じゃないかと。なんかネットを見てるとね、世田谷工機じゃないかっていう人もいるんですけど、でね、まあ、富岡工学は、京セラ、まあ、ヤシカに吸収されて、そのヤシカが京セラに吸収されて、で、途中からね、その、富岡工学っていう名前から、京セラオプテックっていう名前に社名変更するんですね。で、おそらくね、その社名変更した、前後に作られたこれカメラなんですよ。1990年前後に作られたカメラじゃないかなと思うんですけど、で、状況から考えるとおそらく富岡工学が作ってるんじゃないかなということになってくるんですね。で、幻の計画みたいな感じで、これ、カールツアイスになるはずだったとか、バリオゾナーになるはずだったとかね、そういう噂がいろいろあるんですね。これね、まあ、言ったらただ同然でね、入手したカメラなんですけど、このレンズがね、隠れバリオゾナーだったら美味しいじゃないかっていうことでね、写真を撮ってきたんですけど、とにかくね、カメラの調子が悪くって、まあ、液漏れしてね、腐食してたんで、すぐ電池切れするんですよ。もう回路がおかしくなってるかなんか知んないけど、今もね、もうちょっと電池切れになっちゃってて、お、動いた。はい、電池切れ。もう、こんな状況になってるんですけどね。もう、だから、結構ね、1年ぐらい、フィルム1本撮るのに、1年ぐらいかかっちゃって、もう何度もね、何度も、調整をしながら、調整を繰り返しながら撮ったんですよ。で、まあ、そんなわけでね、作例をね、紹介していくんですけどね、まあ、写り的にね、ちょっとね、なかなかなんですよね、これがね。なんて言うんですか、これ。この2枚目の写真なんですけども。まあ、3枚目はね、このフレアがちょっと広がってるんですけど、シャープネスとかね、快調とかものすごいと思いませんか。ね、もうこの桜の時期撮って、これ単焦点レンズ並みの写りしてると思うんですけど、どうでしょうね。で、ハイライトシャドウのきつい場面で撮ってるんですけどね、暗部とかも崩れてないですし、このレンズなかなかの性能だと思うんですよね。これ、主にね、シャープに出てますけど、ハイライトの部分がきついところをなるべく選んで、撮ってたんですけども、このレンズね、
まあ、ネットでは結構噂になってて、このカメラもレンズもね、しばらくはね、ジャンクボックスにゴロゴロしてたらしいんですよ。で、その、どうやらバリオゾナーになるはずだったようだっていう噂が広まって一気に見なくなったんで、みんなが買い漁ったっていうレンズになると思うんですね。で、状態が悪いものが非常に多いらしいんですけどね、僕のこれね、完全にバリモンなんですよね。なんか、バルサムギレゲやってるとか、カビてるとか言うんですけどね、僕のはもうね、ちょっと前玉に軽い吹き傷と、ホコリがちょっと入ってるぐらいでね、もうバリバリのバリモンなんですよ。これカラーでもね、ぜひ撮ってみたいなと、思うんですけども、カメラの調子がめちゃくちゃに悪いんでね、映りはね、いいのは間違いないと思うんですよね、これね。1年ぐらいかかって、一生懸命写真撮ってね、で、これだけしか、まあ、撮れてないんですけど、カラーで撮ったらどうなるかなーっていうね、ちょっともうカメラの調子をね、もう一遍ね、なんとかして、それか、もっと調子がいいね、個体を探すかっていうことなんですけどもね。まあ、富岡工学っていうのはね、昭和7年ぐらいにね、成立さ、できた会社でね。で、戦前からね、民生用のカメラのレンズを製造するんですけども、終戦直前にメインの工場が焼けちゃって、爆撃でね、東京ですから、で、なんか、家族の人が、爆撃される直前に、加工する機械とか、データとかをね、青梅市の自宅に持ち帰ってたらしいんですね。で、自宅で再開してね、事業を昭和29年ぐらいに再開して、まあ、ローザーっていうね、レンズをメインで売るんですけども、途中でね、ヤシカ、に吸収されるんですね。これが昭和43年にヤシカに吸収されて、まあ、ヤシカエレクトロとか、爆発的ヒットで一時期は、まあ、業績が好調だったんですけども、だんだん売れなくなって、で、ヤシカが苦しくなった時に、コンタックスとひっついたんですけど、コンタックスとひっついて、コンタックス RTS を発売した年にヤシカが倒産してしまって、で、京セラに吸収されたんですね。で、京セラに吸収された後の富岡工学という名前でレンズを作り続けるんですけども、90年代になって、京セラオプテックっていう会社に、社名変更。で、まあ、93年ぐらいまで、カメラ用のレンズを作ってるみたいですけども、それ以降はね、コピー機とかね、スキャナーとかのね、レンズをメインに生産するようになったみたいですね。で、2018年、おととしですね、京セラに吸収合併されて、完全消滅ということで、富岡工学という会社はもう完全に消滅してしまったっていうことなんですけどね、残念ですよね。で、このレンズは、おそらくなんですけども、京セラオプテックか富岡工学の時かはわからないんですけど、富岡工学が作ったね、カメラ用レンズとしてはもう一番最後のもの、特に一眼レフカメラのレンズとしてはもう本当にね、終焉期になるだとは思うんですよね。もともとはね、バリオゾナーになるはずだったっていう、まあ噂で、その計画がお流れになって京セラの、カメラのレンズになったという、噂ですけどもね、なんか、超高性能でね、高画質なレンズを作っていたメーカーのだけにね、消えていき方がね、残念でならないんですよね。もしね、ヤシカとひっついてなくて、レンズメーカーとして、まあ、タムロンとかシグマとかね、そういうレンズメーカー、サードパーティーレンズメーカーとして、レンズを生産していたらどうなったかなーってね、いろいろ思うんですよね。まあ、もう亡くなってしまった会社なんで仕方がないんですけど、僕の動画でね、散々ね、富岡って言ってます。ついこの間もね、富岡のレンズの、リコー35デラックスをやりましたけど、まあ、ね、本当にね、その動画でも言いましたけど、富岡のレンズ、外れがないんですね。外れ全くないで、富岡のレンズをね、追っかけてる人が今、たくさんいると思うんですけど、もしね、今、メーカーとして残ってたらね、
ミラーレス一眼とかね、あのカメラ用レンズはね、そのカメラだけじゃなくてスマートフォンとかにもね、今レンズが、ついてますから、もっとね大きいねその、市場になってるはずなんでね、今生き残ってたらなと思うところですね。はい、今日のね、動画はね、ちょっとまあ、こんな感じで、あの悲しい話になるんですけどね、富岡、子が完全に2年前に消滅してしまって、そのね、その富岡工学の、一番最後の方に、作られたカメラのレンズの、お話でした。それではね、ここからはね、視聴者様の動画、動画じゃないや、投稿写真のコーナーになってまいります。はい、投稿作品のコーナーになりますね。トップバッターはね、夢旅人さんでね、タイトルがね、蘇我神社ですね。いつも参拝している神社です。テスト撮影ですね。テスト撮影ということです。今回した撮影に使用した機材が、オリンパス PL-1、マウントアダプターをつけて、FD マウントでシグマのレンズをつけています。シグマズームマスター F2.8 から F4、3570、ということですね。写真なんですけどもね、これシグマのね、ズームレンズということですけど、なかなか、いい感じでは写ってますね。ちょっと飛んでる感じがするのは、やや露出オーバーなのか、かな。神社の内部、シャドウ部分は、表現するために綺麗に撮るためには、まあ、このぐらいの露出で良かったのかもしれないですね。はい、夢旅人さん、ありがとうございます。次はね、ムートンさん、初投稿かな。タイトルはね、隠れキャラということですね。何十年かぶりにね、オークションでフィルムカメラを購入した53歳ですということで、これカメラのデータがないのかな。F2 フォトミック SB とニコール SO と 50mmF1.4、コダックウルトラマックス400というフィルムを撮ってるらしいですね。これ隠れキャラということなんですけど、どれが隠れキャラなのかよくわからないな。隠れすぎてて僕にはよくわからないですけども、ニコンのね、レンズですのでね、解像度はね、バッチリですね。まあ、400ということですけど、これ室内になるから、やっぱどうしてもこのぐらいの、開放感になってしまいますかね。被写界深度になってしまいますかね。はい、ムートンさん、ありがとうございます。次はね、シメイエンさんかな。タイトルがね、トラフィックライト、カメラニコン D5600、レンズが AFP-DX ニッコール70から300 F4.5 から 6.3 GED-VR、ということですね。これね、雨の日の、夜ということでね、もう見事な写真になっております。押し村くは縦構図だったということで、これ手前のね、溝蓋のあたりにピント合わせて奥をね、ぼかしたあたりもね、なかなかいい感じに映っておりますね。玉ボケも入ってたら完璧でしたね。はい、シメイエンさん、ありがとうございます。次はね、スーさんの、これは2回目の投稿ですね。タイトルが共演。カメラ、がね、EOS M5、レンズがね、EFM1855、3.5 から5.6 ISSTM ということですね。横浜の市営バスを撮影しました。非常に特徴的なカラーリングでとても好きなバスです。ということですね。これ、光はしっかりあるけども、豪華客船と市営バスの共演ということですね。空が、まあ、これしょうがないかな。今年はね、天気が悪い日が多いんで、まあ、日が照ってるだけでもめっけもんって感じですけどね。共演ということでね、これ、もう一台、この桜木町駅って書いてあるバスは、レトロなクラシックのバスも、まあ、映っておりますね。はい、スーさんさん、ありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんのね、作品2枚。1枚目がね、波の花来る。2枚目がね、
阿弥陀仁日差し次第ということで、1枚目がね、ペンタックス SP、スーパーダクマ 35mmF3.5、富士クロームプロビア100期限切れってことですね。2枚目はね、オリンパス 35RC で、富士クロームプロビア、ベルビア100ですね。ということですね。これ、1枚目もね、2枚目も良い写真なんですけども、特に2枚目が面白いですね。その、阿弥陀仁、日差し次第っていうことで、ね、こういうね、タイトルのこういう写真は案外ね、フォトコンテストに入選したりするんですよね。なかなかね、いい作品になってますね。サムライジャパンさん、ありがとうございます。次はね、一都市九さんの作品で、ね、2枚。1枚目がね、タイトル、アジサイ。2枚目が、奇境ですね。カメラどちらも F2、ニコン F2 フォトミック、オートニッコール 50mmF1.4。ND フィルター使用で、スペリアビーナス800で撮られたということですね。1枚目なんですけど、ちょっと1枚目はね、これも、埋もれちゃってね、どの辺がアジサイなのかわかりにくいですね。これはちょっと被写体にすべきではないと考えます。2枚目の奇境はね、なかなかいい写真になっておりますが、ちょっぴり、アトピンですかね、これね。しょうがない部分ではあるんですけど、一輪挿しの花をね、この、開放付近、被写界深度浅くして撮るのはね、いいことかと思う。これ、よくスペリアビーナス800で、この被写界深度で撮れましたね。なかなかだと思いますね、これはね。はい、一時支給さん、ありがとうございます。次はね、テラーさんの作品1枚。タイトルがね、サーファー3連星、カメラがね、富士フイルムでしょうね、X プロ3、レンズ XF35mmF2.0 ということなんですけど、ちょっとこれね、レンズが短かったですね。できれば長いレンズで撮りたかったかな。で、長いレンズで3人集まるのを待って撮るっていう撮り方がいいと思います。ただね、これ結構トリミングしてもね、シャープ、レンズもシャープだし、カメラもシャープに撮れてるんで、もっとトリミングして出したらよかったのかもしれないですね。はい、テラーさん、ありがとうございます。はい、今日のね、動画はここまで、俺のカメラと、やったやっちまったのコーナーはお休みになります。で、次の動画はね、おそらくね、月末ライブになるんだろうけど、できるのかどうかっていうところに、大きな問題がありますが、今日の動画はね、この辺ということですね。その次の動画はね、この間ツイッターでね、散々ね、つぶやいてましたけど、キャノン A1 をね、分解して修理して、なんとかね、テスト撮影までこぎつけたんで、それが映ってたらね、その紹介になると思います。で、映ってなかったらね、あと2、3枚で撮り終わるこいつの紹介になっていくかな。オリンパスね、ペン EES ですね。あと何枚かで撮り終わると思うんですよ、多分。もうね、カウンターはね、ゼロになってるんで、そんな感じでね、次の動画もね、やっていきます。でね、さっきはね、最後までね、動画を見ていただきありがとうございました。ぜひともね、高評価、またお暇な方はね、コメントとかもお願いします。コメントはね、ちょっとね、繁忙期でね、バンバン走ってるんで、ちょっと返答は遅れがちになりますけども、見落とさなければコメント返しをいたしますので、よろしくお願いします。あとね、チャンネル登録の方もね、ぜひぜひよろしくお願いします。チャンネル登録1万人いったらね、フルサイズのデジタルカメラをプレゼントしようというね、計画を立てておりますんでね、多分1万人行くまでにね、僕やめてしまうと思うんですけどね。だって月100人増えてないですからね。単純に考えてね、1万人行くためにはね、100ヶ月かかるんですよ。そこまで俺生きてないかもしんないよ。今日の動画はね、そんな感じで、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。はい、では次の動画、までまたしばらくお待ちくださいませ。次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。